今月4日に新型コロナ陽性判定を受け、39度を超える発熱などの症状が出ていたエース千賀。昨日からリハビリ組に合流しています。今日はウォーミングアップで汗を流すと、キャッチャーを座らせてキャッチボール。先発不足にあえぐチームを救うべく早期復帰が待たれます。腰痛で離脱中のグラシアルは今日は室内でバッティング練習。残り40試合、こちらも早い一軍復帰に期待です。一方、左膝の前十字靭帯断裂で長期離脱中の栗原、両足を使ってバットを振り込むなどリハビリは順調のようです。他にも右アキレス腱を断裂した上林や右足甲を骨折した又吉がトレーニングに励んでいました。